Tap here for your language. トッキン頑張るけど、あんまり変わらんな。プランク頑張るけど、あんまり変わらんな。お腹周りをスッキリさせたい方にぴったりな、腹筋の上部、中部、下部、そして外腹斜筋、この4つに分けて3セット回っていきます。全部20秒です。皆さん必ずできますんで、頑張っていきましょう。まずポイントは、息を止めないことです。動きはゆっくりです。真似しながら最後までやっていくことで、お腹は確実にスッキリします。行きましょう。見ながらマイペースでやってください。上部は手を伸ばして起きたままキープ。背中が浮いていればいいです。きつい方は手を頭に持ったり、自分のアレンジで続けていってください。息を止めないように。オッケー。次は肘をつきましょう。足を伸ばしたら曲げます。チューブ行きましょう。一回ずつ息を吐きます。OK。 今度は寝たままで足を少し曲げて、それだけ足の力を抜いてください。お腹をちょっと触りながら、OK。 今度は肘をつきましょう。片足伸ばして交互に、息をしっかり吐きましょう。少しずつお腹が疲れてきますから、3セット頑張ってください。 OK。 もう一度2セット目です。みんないい感じですよ。そのペースでいきましょう。バッチリできてますよ。体がね、こうなってもいい。まずはね、自分のレベルでできるだけ頑張っていきましょう。辛いことが効果ありです。3セットあっという間ですからね、頑張りましょう。手の力を抜いてください。息吐きましょう。手を遠くに伸ばして、息吐いて。外腹斜筋がお腹を引き締めますからね。 OK。 あともう一周で終わり。辛くなってきたらね、少し物を持ってもいいです。まずは自分のペースでいっていきましょう。
ちょっとで終わりますからね、頑張って。最後にとっておきのやつ、おまけがねありますんで。慣れるまではね腰が浮いてしまうけど、少しずつできますからね。OK。今度は膝開いて起きたら手を動かしましょう。バタ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 。おー、効いてきてる。聞いてる。これをもう一回。今回のメニューを続けていくことでしっかりね体が早く変わってきますんで、続けてやってみてください。やってみた方はコメントで教えてください。